めっちゃワクワクしたの覚えてます。毎日自炊して自分の声聞くことなかったからめちゃくちゃ不安でしたね。春着たい服いっぱいありますか。やっぱブラックのデニムが欲しいっておっしゃってたんで、はい、作りました。うわ、え？マジっすか。中目黒ですね。中目黒は上京してきて一発目に住んだ街です。この遡ってった方の家に住んでました。6万5千円でハイエースぐらいの広さの家でしたね。めちゃくちゃ狭かったですよ。で、恵比寿でずっとキャバクラのバイトやってたんで、恵比寿からこの中目黒こう商店街チャリンコでここずっと行ってましたね。まあまあ、初めての一人暮らしですね。生きていけることが分かったっていうのもう正直一人暮らしもやっぱ千葉、地元千葉なんですけどしたことなかったんで、住み始めてめっちゃワクワクしたの覚えてます。毎日自炊して1ヶ月1万円とかで生きてたかな。ただあまりにも知り合いなくて、で当時芸人とも全く絡んでなかったから、本当に働いてるバイトしてる時以外自分の声聞くことなかったからめちゃくちゃ不安でしたね。誰かになんか話聞いてほしくて、ここによく服買いに来させてもらって、でも最近ちょっとやっぱ中目黒なんでなかなか店開いてる時間に来れないから久しぶりに来たんですけど、ダンっていうね、ここ可愛い服いっぱいある。ちょっと行きますか。こんにちは。すいません、ありがとうございます。これインスタ見ててなんかすごい可愛い服多いなと思ってで来させてもらって、今着てんのもここで買わせてもらったやつ。ありがとうございます。今日奥さんはいますか。今日ちょっと出かけてます。出かけてます、はい、奥さんがというか店長もなんですけど、はい、YouTube やってて服の結構ね、登録者数も多くて、はい、でそこ多分建てあるんですけど、はい、いいの建ても10万、今3万人ぐらい、13万、はい、俺たちの YouTube より多いですからね、だってで娘さんがね、あ、そうですね、これ言っていいですか。あ、もちろん大丈夫です。娘さんが今大阪でアイドルやってるんです。 M1 も出てて、ナイスアマチュア賞を取ってました。すごい。ナイスアマチュア賞を取るってなかなかむずいですからね。アドバイスいただいて。いや、アドバイスっていやいやいや、そんな大したことは言ってないですし。そうそうそう。だから何年前、1、2年前ぐらいに来させてもらって。そうですね。はい、2、3ヶ月に1回ぐらいなんか来てくださってたイメージですね。うん、はい、最初はその目指しで来てたんですけど、うん、何回も行かせてもらってたら、ちょっと顔出さないとかっていうところもあるし元気かなと思って、こ
広告関係の仕事とかの時、スタイリストさんが俺がここに来てるのをしてくれて、ここから服をね、はい、借りて持ってきてくれたりするんで、そう気になってたのがあるんですよ、はい、これかわいいな、こういうポケが、これやっぱねペンとか入れられるって、ね、これなんか家具をモチーフにして作ってるジャケットで、うん、壁にかけてもおしゃれみたいな、はい、うん、これちょっと着てみてもいいですか。ぜひぜひ。あ、そうせヨーパー黒と白ですね。あ、じゃあ一旦白着てみて、すいません。あ、ありがとうございます。こっちか。あ、渋いな。結構幅は細めなので、うん、T シャツ1枚に、うん、なんかトレーナーだからいっぱいですけど、はい、あ、使い勝手です、めっちゃ。ちょっと黒も着てみてもいいですか。そうですね、基本的にあんまこれ1個で外出てもかっこいいなみたいな。でこれもなんか普通にシンプルに着てパーって出れる、出てかっこいいんじゃん。かっこいいですね。渋い。気に入ったのほどすぐダメになっちゃうというか、むちゃくちゃ着てるからって。もうでも冬ももう飽きたんでね、早く春になってほしいですよね。春着たい服いっぱいありますから、やっぱ結構ほんといろいろ着られますよね。そうっすね、なんか これがいいみたいな、この系統で行くんだみたいなのはないですね、うん。畑中が結構逆に相方の方がそっち最近こだわり強くて、かっこいいなって思う人いっぱいいますけど、浜岡本さんとかかっこいいですよね。でやっぱかっこいいなって思う服と似合う服違うじゃないですか。でよくね、ファッションは着たいものを着た方がいいんだみたいな、似合うとか似合わないじゃなくて自分が着たいものを着た方がいいみたいな言う人もいるけど、そんなわけないと思うんですよ。やっぱり似合う似合わないはあるから、なんかすごいシュッとしたね格好浜岡本さんとかするでしょ。無理ですもんね、腹出てるし。だからなんかこう着ててシルエットが良さそうなのとかになっちゃいますね。やっぱできれば長く気に入ったものは着たいから。ちょっと見てほしいのは、はい、あっちなんですけど、ガラシャツって着られます？ガラシャツね、何個か持ってますけど。あ、本当ですか。これね、タロカシャツを今回作って、はい、うわ、どっちだ、なんか夏にいいかなと。はい、これ着てみましょう、ガラシャツ。ぜひ。うわ、めっちゃいい、あ、いい、あ、似合う、めっちゃいい、この生地すごい気持ちいいんですよ。あ、これいいな。真夏はもう T シャツ着ないで、はい、素肌に着てもらって。あ、全然いけます、はい、あ、めちゃくちゃいいな。ひんやりして気持ちいい、はい、確かにひんやりしてめっちゃ、うん、これいいっすね。ちょっと白も一応着てみてもぜひぜひ。確かに大きそう。ちょっとね、白が大きいんで色味だけあれなんですけど。ありがとうございます。すいません。あ、すいません。本当だ、まあ、どうなんですよ。あ、白もいいな、まあ、こっちの方が爽やかですね。ね、白いいな、うん、いいな、これもう夏物があるんですね。そうですね、ありがとうございます。徐々に徐々にですけど、まあ、伊藤さんがなんか、ね、ブラックのデニムが欲しいっておっしゃってたんで、はい、作りました。うわ、え、マジっすかあ、これ見た、これいいなと思って。これ履いてもいいですか。ぜひぜひ。めっちゃ楽これ、はい、あ、いいですね。あ、これかわいいな。
これ裾合わせた方がいいですか？裾は、あ、一応なんかこう折ってもらう設計で作ってるんで、はい、めっちゃ楽。ジャストにしてもいいですし、このまま履いても大丈夫、はい、これ迷うな。確かにジャストにするか、うん、もしかしたら切らずに内側だけ確かに全然これでも、はい、いいかもしれないです、はい、あ、これでもいけます、うん、これちょうどいいぐらいですよね。ですね、ジャストですね。形がいいな、めっちゃ。じゃあこれとシャツをもらっていいですか、はい、ありがとうございます。コロナの時はめっちゃ服買ってましたね。飲み行けなかったから。はい、家出る理由が増えるってね。なんかもうちょっとだるいわ外出んのって時も、まあ、でもちょっとあれ着たいなってなると、着てちょっと出てみるかって、まあ、仕事朝眠ってしんどって時も、新しい服一着あるだけで一個家出る理由になるというか、一人か、まあ来る時は岩倉と来ますけど、あいつもなんか買ってましたよね。そうですね。ね、妻の作ってる服。うん。で、太いズボンも最初、あいつに履かされたとこありますから。やっぱりその、水商売上がりだから、多かったんですよ。ああいう細いパンツに、とりあえずモンクレー着てる感じ。それすげえ、その服装だったんですけど、すごく嫌ないことをたくさん言われて、岩倉に。そう、体型変わってきて、まあ、服も変わってきたという。いいですよね、あんなん着てたなっていうのも思い出しますよね、やっぱね。三宿に来ることなんてここに来る以外の目的でないんですけど、普段会わないタイプの人たちが集まる店ですね。最後に来てもらってる人たちがいるんで、お疲れ様です。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。